注目の1番人気、4番大気シャープ実力。異業となる連覇のかかった一戦です。栄光の頂き凱旋門賞。3番人気にはベニスパーク、2番人気を紹介しましょう。モンジュー、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗、前年の覇者大気シャトル1番人気です。凱旋門賞連覇の偉業を成し遂げることができるでしょうか。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気大気シャトル、日本の4人の馬娘たちが凱旋門賞の大舞台へ飛び出していきます。立ちはだかるのは世界の名だたる強豪。日本の馬娘たちはどう挑むのか。さあ日本勢の注目は大気シャトル。アウェーでも物おじすることなく冷静にレースを進められそうですね。ここからは高低差10メートルの上り坂が待ち受けています。3番快調に飛ばしていきます。先頭がやや速いのか、縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は相変わらず3番、続いて13番、そしてタップダンスシティ。私の注目する日本の馬娘です。ここボンシャンでも快調な走りを見せていますね。その後19番大気シャトル、ここにいた注目の日本勢です。前を狙えるいい位置につけていますね。第3コーナーを回って下り坂、馬娘たちが続々と下っていきます。その後12番、それを見るように2番内を回ってモンジュー、その後ろから10番内の方からベニスパーク、1馬身離れて16番、あとは18番、さらにはリガントーナ、11番並んできた、それを見るように9番、まもなく第4コーナーカーブ、残り 1000m を通過。大気シャトル前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのは大気シャトル、じりじり詰める大気シャトル。現在1番とは3番、これからフォルスストレートに入っていきます。まだゴールははるか先にある。偽りの直線、大気シャトルここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち越された。モンジュー2番手につけ様子を見守る。さあ大舞台の直線勝負、最初に抜け出したのは大気シャトル。スタンドの大歓声を浴びて各馬娘が一斉に突き進む。さあここからだ、凱旋門賞頂に通じる最後の道、残り400、抜け出したのは大気シャトル。日本の希望、長後続も追いすがる。最高の栄誉まで残り200、凱旋門賞は目の前だ。大気シャトル今ゴールイン、連覇達成、勝ったのは大気シャトル。今年もこの大舞台凱旋門賞を制し、日本の世界の歴史に残る偉業を成し遂げました。2着モンジュー、3着ベニュースパーク。バン、次のレースも